都市区改正は明治時代から大正時代に行われた都市計画、都市改造事業である。都市部では文明開化で馬車や鉄道などの新たな交通機関が登場したが、江戸時代の城下町等を部分的に改変して対応していた。さらに上下水道、電気、市街電車などのインフラストラクチャーを導入して都市を近代化するには、 大規模な都市改造、市区改正が課題になった。以下、まず東京の市区改正を説明する。江戸時代の都市骨格を引き継いだ維新後の東京市街は道路福院が狭く上下水道など都市基盤の整備が遅れていた。また密集した市街地では大火がしばしば起こり都市の不燃化が課題であった。こうした状況から指揮者の間に 都市改造の必要性が認識されていった。宿改正とは、この改造事業が、東京宿の営業、衛生、防火及び通運等営久の利便を図ることを目的とするところから名付けられたもので、今日の都市計画にあたる。銀座レンガ街の建設や岩町集中計画などに、比べ、宿改正は、都市全体を構想したものであり、日本の都市計画史上の活気となる事業であった。 1884年、東京府知事、吉川県政の提言により、翌1885年、内務省に東京宿改正審査会が設置された。審査会の審議を経た計画案は、鉄道、実行、公園なども含むものであったが、実施には至らなかった。1888年、内務省によって東京宿改正条例が交付され、 東京市区改正委員会が設置された。建築物の規制などは当初検討されたものの、結局行われなかった。翌1889年に委員会による計画案が公示され、事業が始まった。しかし、財政難のため事業は、父として進まなかった。都市化の進展から、事業の早期化が必要になり、1903年に計画を大幅に縮小した。 日露戦争後の1906年、東京市に臨時市区改正局を設置、外債を募集して、日本橋用通りなどの整備を急速に進めた。1914年、ほぼ新設計通り事業が完成した。主に路面電車を開通させるための道路拡幅、及び上水道の整備が行われた。現在の日本橋もこの事業で掛け替えられた。神田、日本橋。 京橋付近では道路拡幅に伴い従来の土蔵造,造りの消化に混じって木造漆喰塗りの洋風建築が思い思いに建てられるようになり人目を引いた。これらの建物は当時の建築家から洋風に似て非なる建築と評された。その後も日本の社会構造の変化や大都市への人口集中を背景に都市や建築の統制が必要という機運が高まり、 1919年、市街地建築物法と合わせて都市計画法が制定された。同法は翌年1920年1月1日付で施行され、これに伴い宿改制条例は廃止された。宿改制は東京以外の大都市でも課題になり、特に市街電車の開通とともに道路拡幅が行われた事例も多い。 内務省の宿改正条例は東京のみが対象であったが、明治末から大正時代にかけて都市計画への機運が高まり、1918年に横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市に宿改正条例が順用された。前日の通り、条例は1920年に廃止されたが、廃止前に条例により認可を受けた設計は都市計画法による、 都市計画とみなされた。ありがとうございます。